ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。ステージ3にしてもう死神を倒しましたが、今回も大興奮のボスが登場しますのでお楽しみに。そうなんだ。雲が苦手な方はご注意ですけども。なかなかリアルな姿だね。さすがにこのサイズはねえ。ちなみに新たなソウルウェポンは炎ですが、これはハートを5個消費して画面全体攻撃をします。え、すごいじゃない？ただ威力は鞭一発分なので強敵には効率が悪く、今のように上にコウモリが固まっている場合には効果抜群ですね。そうか、これで上に弱いという弱点がカバーされたのね。まあそうなります。問題はそれに気づいてないということで、助けてー。落ちたらもう終わりだね。はやー。ただ考えてみればどうせミスするならバーニングすればよかったなと。そうだね。クリアまで再度使えないと思ってましたが、確かミスすればまた使えるんですもんね。まあいいか。こいつとかどうしろと。上の動きとのタイミングでかなり難しいね。ふう。鎖でも5発当てないと倒せません。こういう時こそ風ですね。そうか、時を止めるのは有効だね。むしろこの時のためにあったと言っても過言ではない。ハートの消費が大きいので風やら炎やら使いまくるのは無理ですが、本来はそうやってソウルウェポンも活用していくものなのでしょうね。一度もやられなければハートだっていっぱい持ってるだろうしね。そこがまた難しいところですね。肉じゃないのか、と落胆してしまいますけど、でも小ハートが地味に重要というのもわかりますね。なんだー。よ、敵だったか。敵が出した衝撃波だと思ったよ。サンドワームみたいな敵が出す砂ぼこりみたいなものだったのね。本来なら地面もボコボコなんだろうな。は強いけど火の玉なら10発で倒せるので、距離があれば楽に戦えますね。つまりこの火の玉は鞭の半分の威力ってことか。そうなります。おそらく川の鞭と同じなのでしょう。ちょっと画面にノイズが入ることが多いので、ちょくちょくカットすると思います。申し訳ないけど。あと同じ位置で攻撃して倒すだけの場合も軽く飛ばしますね。まあそれはそうか。こんな感じのノイズが。うん。そしてさすがにここは肉かと思ったけど、まあ甘くはないよな。そこは怪しかったけど違うのね。わざわざ取りに戻るほどではなさそうです。ちなみにまだ気づいてませんけど、水はハート20で回復できるので今なら使えますね。まさに今欲しい能力じゃない。知らないということは損ですね。こんなのはもう騙されませんよ。ただなんでこんなにあるの？これだけあるとさすがに気になってしまいますね。まあさすがに隠しアイテムだろうな。肉なの？まあ嬉しいけど。敵が出てきたね。そういうこと？へえ。ただ罠部屋に落とされるだけじゃないんだ。雲だらけ。面白がって出したけど遅くなって困るのは自分だった。にしてもただお肉のためだけにあそこに行ったと思うと切ない。行くだけで消耗してたからあまり意味ないもんね。おっと、肉じゃないか。これを取り逃してたら泣いてたぞ。おかげで全回復。つまりあのまままっすぐ進んでて正解だったというわけだ。
上に登る必要はなかったね。何？メドゥーサ。しかもこの姿は月下に近いね。聖水を持っているものなら使いたいけど、ないから炎でいいか。え？どうしたの？今使ったんですよ。ああ、そういえばボスには効かないんだっけ。そうだろうね、中ボスだって同じかな。勝手にハートが5個減っただけで終わった。首だけ飛んでったよ。もしやここのボスはメドゥーサか。もう一度出てきそうだね。いいでしょう、何度でも戦ってやりますよ。あの見た目ならね、巨大な顔だけとかなら勘弁ですけど。なんでなの、メドゥーサに興奮する気持ちがわからない。せっかく倒しておいてなんだけど下が気になるじゃないか。ハートだけと思ったら1アップ。ああ、急ごうと強行突破しようとしたのが逆に間違いね。倒してた方が間に合ったかな。まあいいか、1アップだし。本来ありえないセリフだけどね。無限コンティニューがあるとありがたみが薄れるな。かといってないとクリアできないだろうしね。おっしゃる通り。この移動と基地の組み合わせは効果的だな。さらにそこにコウモリまで追加されてるとね。最初から止めればよかった。そして敵にぶつかってもトゲだけはぶつかってはいけなかった。ものすごいダメージだよね。一発アウトじゃないだけマシだけど、5ダメとはボスよりもボスだな。ほんとね。結局いつものパターンで申し訳ないけど肉。さすがにもう厳しいね。上からも降ってきてるし、その辺のゾクッとくる感じも似てるな。倒してもまた来るし。そうか、そうなっちゃうね。風が大活躍してます。時を止めるのがハート5っていうのは割と良心的だよね。ほんとですね。やっと最強になる。無知の強化って一つ目は大体すぐ出るんだけど、二つ目がレアな気がします。簡単には強化できないようになってるのね。そうですね。確かに遠距離攻撃ができると便利ですし、何より強いですから。ここに登れれば楽なんだけど、まあ壊さない限り敵は出てこないし、いいか。コウモリが多いのが一番大変かもね。間違いない。それに少し下がってしまうとまた復活ですからね。いくら倒しても減りません。上から下からいくらでも戻ってくるね。ああ、もう何だと、また暴発した。もう気をつけていたのにな。で、聖水。これで間違いなく今までのサブウェポンなのは確定したね。それは嬉しいですが、もしかしてメドゥーサに聖水とか言ってたから用意してくれたのか。そんなわけないでしょ。これ、頭をぶつけると横移動が止まるから、ジャンプしても落ちちゃう気がする。ほらなぁ。それは切ないわ。上から行けないかと試したけど無理で、じゃあ行けるのかと思ったらやっぱり落ちちゃった。でも無事に聖水は取ってることになってたね。そこだけは優しくて好き。オッケー。
今度は早かったな。まあ上ルートが正解だよねー。一度トゲに刺さる覚悟があればいけるけど、まあ面倒でも上からの方がいいか。無知じゃなくて火の玉が当たる判定だと5発じゃ倒せません。やっとボスか。誰かな。あ、アルカード。まさかの。しかも知り合いみたいですね。まあそうなるか。ちゃんと剣を使ってる。ウィングスマッシュ。ここからか。会話から月下と同じ世界線だとはわかるけど、あれより前なのか後なのか。おお。ヘルファイア。ただその剣攻撃は正直しょぼいぞ、アルカード。食らってるけどね。さすがにもう一度やり直すのは辛いからすまないけど燃えるね。最愛ってそういう関係なの。いやいや、もう少し詳しく教えて。これは気になるわねー。どういうことになるんだ。マリアと会うよりも前なのかな。時代が気になります。ああ、
これだいぶ落ちた先なんだね。え、じゃあドラキュラのいるのはあの先なの？まあいいか、じゃあ続きはまた次回かな。コレクションアイテムの数からしてここがラストかもしれませんが、ぜひお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。